今日も一日お疲れさん、どうもですジョンです。セガドです。ヒダエイジです。海賊、いや海賊海賊誰やねんと思って。今日の企画は、今日の企画はメロメロ人生相談です。この撮影の前、いつものシュベルを探してやってまして、はい、それでちょっとまあ皆さんお酒も入ってるっていうことなんで、おろ酔い状態なんですけど、ここからさらにベロベロになっていって、真剣な今、人生相談、視聴者の方からいただいてますんで、はい、それに答えていこうっていう感じで。俺、さっきの動画滑りすぎて、めっちゃ酒飲んでますから。ちゃんとした回答が来るかは、ちょっとあまり期待しないでください。そうやね。ベロベロ人生相談なんで、まあちょっと僕らベロベロなんですけど、まあ一応真剣には答えるぞっていう。そうですね。はい、そういう感じでやっていきましょう。はい。してね。ポイカルピス。いきます。木田さんさ、結構スカスやん普段。うん。さっきさ、こっちでさ、カルピスの濃いやつとか絶対に美味しいじゃんって。ワクワクしてたよ。うん。なんやねんおっさん。おっさんなんやね。木田さんのブランディングを荒らさないと。崩しダメ。ベロベロソーダはいいじゃん。どうぞ。はい、じゃあ早速いきましょう。やっぱ恋愛系が多いんで、ちょっと最初はそういう感じで、最初はね、全然いいですから。そうなんですけど、好きな人を忘れる方法ってきてますね。ああ、忘れねえや。忘れたくないんよな、別れた直後って。思い出に変わっちゃうのが怖い。低子姉さん、いや、忘れようと思って忘れられたことなんて楽な人生って。別に恋じゃなくても、そうやな、時間やな、もうほんまに。監督あります、そういうこと。これベロベロ相談なんで、オフ相談じゃないですよ。眠くならないでくださいね。飲もうかなと思って飲み放題入ってたんやけど、全然酔ってないから今。ごめんごめん、ちょっと話があんま入ってきてなかった今。じゃあ飲めちゃう。じゃあ飲めちゃう。鍵は単純に話聞いてないもん。ちゃんと乾杯しましょう、みんなで。もそうですね、やばい、やばい。見ない人を忘れる方法を監督教えてください。ないんすか、今まで忘れられなかったことは。もちろん忘れてるから今生きてんやけど。かっこいいやついたないし。もちろん忘れてるから今生きてんやけど、俺がやってんのは、動画なんかに言ってますけど、血流を回すです。走るとか、サウナ行くとか、うまいもん食うとか、元気な感覚はしてくるの、勝手に。はいはい、勝手ね。心は元気じゃないけど、体は元気になってまいる。そうすると、気が不が起こって、それなりに通常に早く戻れるっていうのは、俺なりの持論としてあって。いや、でも監督は証明されてます。人は体の状態で脳みそが後からそれを信じ込むっていうことで、体が元気な時にやってるようなことをやってると、実際に心も追いついてそっちに復活してくるよっていうのは、これもその通り。実証されてる。実証されてます。誰が言ってましたこれ。いや、俺が言ってます。見たんでしょ。これなんかで見ました。悲しいから泣くのか、涙するから悲しいのかみたいな。ああ、じゃあ当てたんですね。なんかで見た記事を和田が言ってます。ああ、和田がね、ありがとうございます。お前の名前もマジで飲めよお前。でもまだ悲しくなりません、サウナ一時的に入っても上がった瞬間は涼しくなってきた。あの子もおらんねやみたいな。鮫島最後の15にして俺好きな漫画があるんだけど、忘れたくても忘れられないものは忘れてはいけないものなんだって言って、飲み込めっていう。なるほど。じゃあどうしたらいい。でもだからもう忘れる必要あるのかっていう。そうそう、忘れられないんだよ。だから別に忘れずにしまっといて、そういうものとして置いといていい。そうそう、ほんまに大事なつながりをした人間って、もう心の支えになってると思う。普通に自分の天使みたいな感じで置いときゃいい。しんどい時にその人のこと思い出して頼るとかで別に言って、でも次に好きな人ができたりとか、次に行きたいってことある。天使やから別に足かせにはならないじゃない。確かに天使だな。思い出しなっせってこと。え、思い出しなっせってこと。オッケー、気合っていうのはその木田の天使が言うたことやと。お前今のやつのセリフは忘れなっせ。やめろやめろ、次行きなっせ。おい、やめろ。おい、俺子供の顔の話いじるのだけはほんまに怒るから。ごめん、ごめん。この中で忘れられなくても元気出ますから。忘れんでいいですが。忘れた人は血流回しがち。大学受験までもうすぐで不安で不安で仕方ないです。あ、受験不安だった人いる？いや、不安やった。第一志望、死んでだった。うん。何人だったの？判定。F。え？そ、よく合格したの。塾の先生。お、よく合格したの。え、不安じゃないの。俺、志望校なかったんや。すごいな、それで予告行くの。なんで予告行ったの。センター試験受けてから、センター試験だけで入れる大学があるとして。どうしたらいいんですか、不安な人。それはもう、勉強するしかなくない。どこで大学決めたんですか。俺はもう入れるとこ。私立なんよ。はいはいはい。めっちゃ頭もいいやつもいるし、めっちゃアホなやつも俺。あ、特進みたいなのもいる。俺、一番アホなクラスの2人。あ、そうなんだ。ただ、上もいるから、高校名だけ言ったら、頭のいいやつ見るから分からない。ああ、なるほどね。ブラックボックスになってる。なるほどね。スポーツ推薦とかで行くわけ、あの下のやつって。ああ、そうなん
俺帰宅部とかからスポーツ学校なんだけど、うん、スポーツ一切してないっていうやつやったから、うん、あのマジで行く場所ないっていう状態やったから、うん、もうここでなんかトップ逆転せなっつって3年生の初めからめっちゃ勉強してるよ。あ、勉強したんだ。第3期問の学校に頭に行ったってなった。あ、なるほどね。でもやっぱ行きたかったからそこに、そういう意味で不安よね。行きたかったとこ行った行った。ああ、そうなんだ。高校も大学も行きたかったとこ行けたから成功組や。そうたも行きたい場所行けてた。そうですね。でも浪人して大学生になった人もなんか楽しそうだったけど、うん、あ、周りでね、うん、あ、俺もめっちゃ多かったな、周り浪人の大学生。まあほんま落ちても命取られるわけじゃないから不安を楽しんでほしいとしか言いようがないんやが。まあでもどんだけ勉強しても多分不安やから。高校とかの時ってなんか何でも不安やな。レールから外れる怖さでかくね。それで人生決まるみたいな感じで思っちゃってるよな。やっぱ自己否定が全部それになるみたいな。大学落ちたら自分を全部否定されたみたいな気持ちになっちゃうかもしれないから、そこまで思わずに、ね、頑張ってほしいですね。これは大学のどこでとかで否定したことないかな。実際社会出たら全然そのことない。全然人生決まらんから。どうしてもそこに行かないと勉強できないとかであれば、まあね、浪人できるとかであればした方がいいと思うけどね。後悔ないようにしてほしいですね。かわいいっすよ。ね、ちょうどいい。思い切ってバイト辞めたいけどどうしたらいいか分かんない。いや怖いよな、怖かった俺も。ちょっと辞めろって言えた。言ってた、いつだ。いや俺人としてあれかもしれんけど、バックレたことあるよ。あ、全然あった、バックレたことあった。大学1年の時あった。ねえ、大学1年ぐらいの時にバックレ一発かな、辞めたってなると。あとはちゃんと言って辞めたから気持ちよくなかったな、ただバックレは。そうやな、指名手配犯みたいな感じよな、うん、それと比べるとスパッと言った方がなんかどっちも嫌なんだけど楽だなって気はするな。二人はめっちゃバイトいろいろしなかった。してたよ。一個一個辞めるってやってたの。俺もバイト舐めてたから。バイト舐めてたっちゅうか、うん、結局俺バイトっしょみたいな。これどんだけ頑張ってもてか迷惑かけへんし、普通に戦力のあるレベルでやってるし、最適にやってます。これ以上頑張っても別に店長になれるわけじゃないし、店の経営任せてもらえないし、そうな、うん、だからもう普通に、あ、じゃあ、いや、まあそうやね、なんか当然と思ってた。下に見るとかってバイトはバイトって格好あるよね。まあそうやな、今思えばそうや。勇気が出ない人に勇気出せっていう。そうやな、俺もちょっと悩んでんのよ。なんで僕はその友達に背中を物理的に叩いてもらうだと思いますけどね。バチンって、うん、友達呼んで背中パンってやって、はい、いってらっしゃいって言われたら多分言えるよ。ちょっとルール変えます。ルール変えっか。変えて、ヒダさん、教えてルール。酔いとか足りないんじゃないかっていう。わかる話。お前ら飲んでないよ。なんで、まあ、僕ら飲みサーじゃないですけど、はい、はい、これ飲んでいきます。自分で今、まあまあまあね、それがやらないと。あとテンポもごめんなさい、僕たち酔うと静かになるタイプの陰キャだということを忘れてたんで、テンポも上げていきたいんで。俺が説明のために一杯飲むわ。いいよいいよ。不安なだけやろ。こういうのですって、ビジュアルで説明して。わかるよ。わかるよ。違う違う、だから不安だよ。なんでお前思ってる酔いが回ってへん自分に不安だよ。自由に来れよ。質問が来て、質問が来ます。一、うん、人一文で答えていきます。もう全員もう新規タイムゼロね。もうそんな長々喋らないです。パッ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 って答えていって、うん、一番浅いこと言ったやつっていうのを最後指さして決めて、うん、じゃあ例えばジョンでした。いただきます。嬉しそうやな。幸せそう。幸せそうやな。幸せの準備も。もう何しますパの酒好きやんみたいな感じでちょっとやっていきましょう。はいはいはい。じゃあいきますね。はい。生きる意味とは。うわ、むずい。誰、どっちからいく。死ぬためです。自分の好きというものを見つける作業です。誰かに必要とされること。自分が生きた知識を後世に届けること。生きた形を残すこと。誰が分かったんやこれ。何やだっけ。死ぬためです。なんてさ、自分の好きなものを見つけること。決まった。決まった。はいはい。せーの、ヤスさんですね。俺？はい。俺さん？はい。え？何が浅いんだよ。いや浅くないね。説明が必要だった。そうそうそう。シンプルに。いただきます。なんで山に登るの？そこに山があるから的な。え、これ俺結構普通にみんなのゼロ秒思考聞けるの楽しいかも。おお。振られた理由が納得いかない。振られた時に傷ついた言葉ありますか？すぐありますか？俺らの思い出系か。絶対無理です。ああ絶対後悔させたるからなって言われたの、うん、ああ好きになりきれなかった。他に気になる人ができたからこのまま付き合ってたら私良くないなと思って。合わないよね。これさ、これ地獄じゃない。これ辛かったことを言ってそれ浅いねって言われて困るこの振られ方をしたお前の生き方は浅かったぞって。その人生経験として浅いかもね。そう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 、別に今深けていいからそんなの。じゃあせーの、せーの。説明するでしょ、自分のためにそのままやったんすか。ガチ感笑いねっていう。ああ、そうなんだ。それ監督好きだったんすか、その時は。非常に好きだったね。あ
通に言うと好きで付き合ってた人に合わないよねってきついですね。きついなぁ。だからさ、一番って不利やからさ、この一番って変えていく。あ、順に変えていく。いいよいいよ。次、俺スタートでいきます。彼氏がエッチするときに女優さんの画像を見てた。唇噛め。それはそれと割り切る。なんか殺せ。それでも明日がある。そのこともあるよ。これはもう決まりました、完全に。せーの。かぶってたから。まあでも嫌やな。だって俺らがさ、雪でさ、嫌やわ。もう言わんで、言わんで、言わんで、言わんで。ごめんね。彼氏の代わりに謝っとくわ。それは嫌やな、マジで。問題ちょっと読めてなかった。オナニーやと思った、普通に。おい、それが許したんだよ。好きという感情に全くならないのが悩みですね。自己開示をする。自己開示をする。そうだな。洗脳されてるよ。わからん。いや、知らん。小さな好きから大事にしていく。おい、おどっちにしようかな。浅かったやつ。せーの。おっしゃー。監督。監督か。しゃあぶねー。じゃあじゃあ、そうだ、聞いてよ。俺大学4年間好きになることが苦手でずっと考えてたの、友達といっぱい話して。けど大人になって気づいたのは自己開示だって。あ、そうなんだ。自己開示をしたら好きになるってこと。自分の全てを多いね、知ってもらったって。毎回自己開示をしたら好きになるっていうか、俺がすっごいダサいところとか弱いところを見たときに、それでも好きって言ってくれた人に対して、俺は好きになるよってことなの。なるほどね。だから自己開示しない人って、自分がいいように取り繕ってた姿を好きになってくれる人しか好きになってくれないから、お前どうせ俺のこと分かってないでしょっていう理由で離れられる。うわー、そういうことか。え、ここまで考えて自己開示って言ったの、今の一瞬でっていうのをジョンから聞いてたから。あれ、あ、確かにそうやなって思って。完全に挟む。何言ってももうシクロにさせたらいいかもしれない。いや、なんでや。いや、でもやっぱさ、俺ちょいちょいシクロって浅いっていうか、ピュアすぎるなって思うことがあって、動画とか撮ってるやん。で、それってなんでそう思ったんみたいな。例えば、ハマちゃんのかっこいいところっていうのを言ってたと思うんだけど、あれ、なんかの YouTube かテレビ番組で、まんま誰かが言ってたやつ。マジ？誰かが言ってたやつを普通に平然と一枚一句言うっていうのが結構多くて。バレバレ芸人か。そうやね。いや、でもそれ結構あるわ。納得したらもうそれ。そうやね、そういうことやな。自分のやりたいことが見つけられません。とにかく人の役に立つことからする。はいはい。自分の好きなとこ見つけられません。自分のやりたいことが見つけられません。やり、答えさせて。やりたくないことをしない。やりたいことなんかなくても別にいいと思います。本当に些細なやりたいことからやっていく。人の役に立つことからやってみる。あれ、いきましょう。せーの。まったく、そうそうそう。おいおいおい、ふざけんな。俺はふざけんな。俺はマジで思って言ってたやつ。違う。じゃあ、一個前の自分を恥じろよ。自分をジョンから聞いてたから。確かにそうやなって思った。俺はベロベロです。お前、ふざけんな。やっと始まったからいますね、ベロベロが。ちょっと言って、どういうことよ。だから、なんかその役立つことやって、普通に感謝された時に、なんか普通に、これ楽しいんだって思えるかもしれないやんって。あー、深い深い。俺が言ったの気づかなかった。田辺さんというシクロを友達社長がいるんだけど、彼氏には話してて、田辺さんがよく言う言葉。へー、そうなんだ。そう、人の役に立つことから始めれば、好き嫌いじゃなくても好きになれるし、役に立つ限りやってられるって。へー、だからもうこの会社はこうなってます。あ、なるほどね。うなみマインドが染み込んでます。皆さんが考える恋愛と結婚の違いは、あれやね。恋愛は、一方。ダメですよこれ。恋愛、愛、結婚。でも頭回らへんな。何言ってるかもしれない。ベロベロ。一回一周締める俺ら。で、最後監督変えていたらもう整ってるかもしれない。じゃあ、ごめん、いいじゃん、ちょっと一旦やってみましょう、それで。刺激があるかないか。恋か愛か。安心感があるかないか。覚悟。一生かそうじゃないか。はい、せーの。うそやな。うそやな。一応、恋と愛のさ、差も聞いていい。いや、でもみんなが言ってたことやな。
あんまりけど、なんか高ぶってて楽しいっていうのと、人生を一緒に共にしていくパートナーみたいな、みんなうまくまとめてたと思う。複合的だったね。ほんまに、いや、ようやってたと思う。なんやねん、お前。いや、おい、浅いやつが上に立つんじゃねえよ。浅い時こそマウント取らしてよ。いや、でもほんまにこれ結構俺の根深い話していい？あ、言ってよ、そんなの聞かせて。なんか昔からさ、俺宿老までじゃないねんけど、何でも結構一人できたのよ。勉強もスポーツもできたの。恋愛できてんねんけど、で、家庭の中で俺が一番特別扱いできて、やのに社会に出た瞬間に全然大人に可愛がられないって思ったの。まあ、家族じゃねえからな、社会は。勉強とか、スポーツとか、努力もせずにそもそもできたことっていうのが、人から疎まれることにしかなくて、愛される要素じゃなかったの。だから、そんな自分が愛されたくて、その下に行きたがるの。ああ弱いやつはめでられるからね。そう。何や。俺も一緒やからさ。え？一人立ちすんのとかなんか今怖いんやまだ。自分だけ目立っちゃうとかが。多分普通に多分できた時にひがまれて嫌われたみたいな経験があるやつって、すっごい卑下したがるな。下に行った時はそういう俺上やからって言ってもこれ笑いに変わると思ったから今だって思っちゃうんですよ。なるほどね。成功体験って俺あんま言わへんと思う。ああ言ってないかもね。でもそれは出したら疎まれたりすることの方が俺は確率が高いから。はい、なるほどね。あっ、ただただ地球で隠れてる。そう、動物園でしたみたいな。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、マジでただのゴリラ。俺失恋するよ、ゴリラなら。赤ゴリラの失恋、赤ゴリラ。いや、俺もそうなんかなってちょっと考えたって感じ。それが全部あれに詰まってたよ。いや、もうまず乳首かいてもんね。思わず乳首かいて。聞いたことない、それ。思わずの後ろにつくことにちゃうよ。仕事へのモチベーションください。何をモチベーション置いたらいいですかってことですね。これも金です。何でも財産、成長、モチベーションじゃなくて足りないのは実行力。未来につながるじゃなく、ヒントだけし、実行力。モチベーションじゃなくて足りないのは実行力。なんて言ったの。未来につながる。うわ、かっこいい。いや、そうやで。これぞ変な、なんかこんなんで聞き逃しだけど、めちゃくちゃスマートに察してたの最後。せーの、お金だな。でね、来てちゃできないことがたくさんあるよねってことだと思うんですよね。確かにね。モチベーションなんかな、本来なかったようにな。かごり、かごり、かごりだ。そう言われることで朝ごりになるよ。かごりとか言われることでさ、朝ごりなんや別に俺は。どっちか言ったらゴリラ否定せえ。そもそもな、ゴリラではあったからあの瞬間は。うわ。最近俺本読んだのよ。行動科学っていうのは学問あるらしくて、その本を読んだら、モチベがないとかやる気がないとかじゃなくて、実行力を高める術を持ってないだけなんだなっていうのをすごい感じた。何かをできない時っていうのは、じゃ例えばタスク管理の仕方をもっとうまくすればとかっていうのも実行力を高めるやつとか、自分の進捗を測定する仕組みを作っていないとか、実行力を高めるツールがないことを恥じるのはいいんだけど、モチベーションがないとかはあんまり気にしてたらやりたくないことをやらないなと思って。うわー、そこまで言えてたら優勝やったけどな。そうやね、一言で言うにはね、一言芸だからね。一言芸難しい。資料って考えたらちょっと伝わらなかったな、そこまでは。コミュ力のつけ方教えてください。あー、田舎でおばあちゃんおじいちゃんと喋り倒せ。とりあえず質問しよう。バカズ。あー、いい。バカズ。マジでバカズって言おうとしてた。嫌いなところも愛そうとしよう。せーの。え、なんかバカズって答えになってんやな。いや、そこでさらに怖いこと言っていい？うん。ファーストバカズやん、セカンドバカズやん、ファーストバカズが刺されてる。これは それはいいな。正直みんなの本当にコミュニケーションの話教えてほしい。なんか俺が嫌いなとこも一回飲み込んで愛してみる。相手がってこと？そう、自分がさ、うまく話せへんところも含めて嫌いなんやと思うよね、コミュ力が薄い人。ああ、そういうことか。あ、自分の嫌いなとこも愛してるってこと。で、なんかでイラッとしない、話聞いたらイラッとしてるのに、一回飲み込んでみて、なんでそういう人はそういうこと言うんやろっていうとこまで飲み込んだら、だんだんいろんなとこ愛せるくなってくる。はいはいはい。まずはじゃあ自分のことを嫌いになるってやめようよってこと。そう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 。てか、うまく話せへん自分をまず好きになった方がいい。まあちょっと深いな。お、本当に入った。誰ですか？誰？誰ですか？さっきめ
ちゃくちゃ滑ったからビビってるゴリラです。最後にゴリラですけども今日のとこで直しましたから。完全学んでます、彼は。学んでますね、完全に。コンクな姿勢がありますから。姿勢は高めのゴリラです。そこの気がする。これマジで普通に聞きたい。おばあちゃんね、おばあちゃん一旦捨てていい？そのための意見でいいよ。自分がどう見られるかっていうことにとらわれてるからコミュ障だと思うの。よく見られたいから頑張ろうとして失敗する。俺めっちゃそうやね。俺が人見知りになる瞬間とかって、うん、こう見られるかもなとかって自分に意識向いてる時が絶対にコミュ障なのよ。で、おじいちゃんおばあちゃんとかって受け入れられないわけがないから。あ、人生が深いからね。そう、50年差があるから、どんだけ同世代で愛されない人間でも普通に可愛がられるのよ。セカンドゴリラ、手作ろいゴリラだね。自分に意識が向いちゃうから、まず相手に絶対に意識を向けた方がいい。安心できるからってこと。そう、おじいちゃんおばあちゃんを選んだ理由は絶対的に安心持ちやすい相手だから、そこに対して喋ってる感覚を場数として積んでいけば他の人でもそういう感覚で喋りやすくなるかもねっていう感じ。おじいちゃんおばあちゃんの喋ってる時の俺はコミュ障じゃないわけだからっていう経験を持って、相手に対していや別にけどおじいちゃんおばあちゃんみたいなもんやなっていうふうに変換していけば喋りやすくなるかもしれないねっていう感じかな。学術的には安全基地って呼ばれる言葉があるんだけど、何言っても大丈夫な人みたいな。よくある人は家でそれを身につけるのって。はいはいはい。ただ家庭環境が乱れたりとか両親が仲悪かったりすると、家庭でもここでお話していいんだっていう安全を得られないから誰にも話せなくなっちゃってみたいなところあるらしいから、確かにそれはすぐ臨時になってるかもね。俺がねじれてるのは、家庭でめちゃくちゃ安心を言ってたけど外に出た瞬間に全然受け入れられなかった。うん、ギャップがでかかったことさ。家がすっごい肯定してくれたというか安心安全くれたってことだね。いい家だね。いい家、一番いい家だよ。ゴリラは首振りゴリラは座って話すね。全然俺は質問するしよう。あーそうかそうか。俺自分のことこうババで話すのが苦手やから。ああ、そうだね。相手のこととりあえず質問して、そこでちょっと喋りそうやったら自分の方掘り込むみたいなね。俺はいじめをね受けてたから、そう、俺はすごい人と話すのが怖かった時期がめちゃくちゃあるのよ。乗り越えたのすごいね。その時にしてたのは、自分はあんま行きたくないけど遊び誘われたら絶対行くってやつで。すごいね。その時にある程度盛り上げるまで行ったのよ。だからもうバカずやなってよ。でその時に一番盛り上がらせてるなってやつは分かるやん。分かる分かる。そいつから学ぶわけよ。めっちゃ見てそこの界隈でそこから同じようになるのは無理やけど、違う界隈だったらいけるわけなんですよ。あ、その界隈のそのトップがやってることを違う界隈で俺がやるっていう。あ、バカず踏んでないと無理やなって。そもそも行かないと。なるほどね。嫌やけど行くっていうのだから。すごい精神力ね。これ俺結構思ってんすけど、変わりたいけど、うん、変わる勇気はないっていう人が多いと思って、はい、俺も結構そういうとこあるんですけど、はいはい、けど結構がっつり変えたいと思ったらもう普通に行動に起こしていくじゃないですか。早いよね。怖いし嫌だけど変わりたいを上に持ってこれるじゃないですか。その辺ってどういう感じでそうなるんですか。その時はもうそうじゃないと生きていけないと思ってた。うちにこもっているのが好きではないタイプだから。なるほどなるほど。その中で楽しさを見出そうとはなれなかった。やっぱ人と関わることで楽しさを見出せる人だったなって思ってたから、明日生きる金がないやつが金を稼ぐ能力をたけるみたいな感じじゃん。あ、そうそうそう。だから今はある程度コミュ力が続くともう好きな時しか喋らなくなっちゃうからあれだけど、当時はもうどこでも盛り上げようという気でいた。なるほどね。ちょっとやっていいですか。お前ラストやからもういいや。ちょっとじゃあ頑張る。サズがいたら今度ゴリラじゃなくてドンキーコングチャンネル。ドンキーコングチャンネル、DKチャンネルこれ。頑張る。じゃあ最後いきますね、はい、こういう人とは離れた方がいいと思うことが知りたい。自分の自信をそぎ落としてくるやつ。おー、自分のことを人間として大切にしてくれない人。自慢話が多い。自分の機嫌を自分で取れない人。自分が好きな自分でいれない相手。おー、全員深い。それが朝ごり。朝ごり最後で車をどうするのよ。もうやめろ。ちょっとね、言葉覚えたから。みんな深いって。これで俺もみんなに認めてもらえる。愛してもらえるじゃないんだよ、お前は。両乳首いじる。これはお前左だけやねんけど。愛してもらえる。自分の金を自分で取れない人。自分の好きな自分で入れない相手。自分の自信を削ぎ落としてくれない。自分を人間として大切にしてくれない相手。自慢が多い人。あれ、あれ、ささだろ。もしかして行くか。頑張る。せーの。
最悪や。いやいや、まあさ、毎回誰が浅いとかじゃないんですよ。この前言ってもらうか、最後ほぼ俺言ってない、ほんとに。確かに。そうか、そんなことないですよ。以上、ありがとうございます。あ、それ、チャンネル登録してくれたらチャンネル登録増えるんで。はい、というわけで結構真面目に答えたんじゃないですか。思ったよりやっぱみんなが真面目なので、いい意味でちゃんと答えたなってすごい思いました。あれ？だからゴリラ。ゴリラです。こんなでゴリラやの、ね、今の悪に我慢して鼻息出してる時マジゴリラや。ちょっとリーダーに寄ったらゴリラになるということで、新しい発見ですね。ちょっとすみません、全部いや、ちょっと読み切れなかったんですけど、はい、ありがとうございました。本当にこれやったらまたこれ第2弾やりたいなと思います。コメントと、はい、いっぱい見てください。そうですね、僕この企画めっちゃ好きです、うん、あと一瞬お酒飲みながら見ていただけたら楽しみ、ね、俺これマジで大変やりたい、ね、これおもろかった。最後乳首書いて終わろうや。そうやな、もっと面白い。俺らゴリラじゃないからな。やってみーや、ゴリラが面白い。確かにな、行こう、行きましょうか。なんていうの、今日も一日お疲れ様。行きます。はい、今日も一日お疲れ様。クソおもろない。何がおもろい。何やるんだよ。ただただ乳首を隠れてる。